怖すぎるわ、やれるやつがいい。源さん、どんな気持ちで見てたんやろ、あれ。これが多数決。遠い目で見てました。あら。あら、あら、あら。はあ、あら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 、あそうだわ、やってらんねえわ。多数決はクソ。神はもう、うん、ぶち殺してくれよ僕のこと。ほらここ行ここ行ってやるから。ぶち殺してくれよ。信じて。どうしたどうした、プテさんどうした。よかった、セーフ。なんかプテがぶち殺してくれって言ってる。あのサントスさんが役職配られたタイミングで、うん、おーって何かあのいつもと違うものを引いた。マジで何か引いたやろ。絶対いや引きました。絶対引いた。ちなみに引きました。おいおい、村陣営だと。ちょっと待って、村陣営だと。すげえや。ガチで引いた。ちなみにガチに引いてます。さよなさすがに ガチで引いてます。ただ村陣営なんで。何引いたの、はい、うん、村陣営でないのか。そう村、いや村陣営のどれかです。いやこれちょっとメタ的になっちゃうから言っていい。うん、よくもっとしてる。おー、びっくりした。やばいやばいやばい、うわ怖い。やばいやばい、もうこれ了解です。これはやばい。なんか死んでる。これはやばい。隠れた。バケが死んだ。いうか、うん、サントスさん随分遅れて武器庫の下に入りに来ましたね。いやもう怖いから。どう見てもドサキルの雰囲気だったから。下に行きました。てかメイヤさんどっから見てました。もっと早く。メイヤさんどこから見てました。北斗神さんはもう武器庫の下に逃げてたんですよ。でもいるよ。見えてる。私だるましか見えなかったけど。なんかあのテレポートこれ同時じゃないね。ちょっとずつはけどね今。ああ、みんなは遅かった。誰だ。あ、一回更新全員した方がいいか。更新しましょう。ああ、ガミさんと僕は切れないです。はい、間違いなく。どこら辺で光ったんですか。武器庫の上の武器のあるところの上あたりでもう死体があった。何でダウンロード中で直後やんね。で、あの停電が起きてバケウカが殺されるって言ってて、で死体って上行ったらバケウカの死体で、一応そのそばで高田さんも怯えてはいたって言ってたから、多分高田さんは死体の左に。じゃあ魔王は高田にっていうことなのかしら。それをなんで俺が言うんだよマジで。いや正直者なのかなっていう。その理論は何だったんだ。あ、いやレポートしたの千早さんでしょ。他の人はどこ、うん、一応周辺にいたのがあと千早と魚さん、魚もいた、魚さんもいたはず、うん、めちゃくちゃいるじゃねえか。周辺あの僕あの高田健司の音リーダーだけ聞こえたんですけど。ノーロー。じゃあローラーしましょうよ。誰と。これお魚さんイビルで撃ちますよねきっとね。なんか多分そう。支配はゲッサーです。おー強い。え、ちーちゃんを撃った。なんか思ったいや、それは分かんないけど、あ、誰かを撃ってミスったあと近く、あ、でも魚ちゃんとそうだから魚がミス、魚さんが撃たれる側の立場になるから、まあ、自爆する候補がさんがミス、うん、ちゃんと説ありますよ、魚さんがってことよね。ちなみに次死ぬ可能性がある。生きて。俺キルちゃん誰だろう。わかんないですね、マジで。サントスさんじゃないの。いや、ちゃうて下は無理でしょ。上って人が多いんだ。行った方がいいかもしれない。サントスガンバミーや。手で終わった。タスクもやる。マジ増えてる。サントス神は今どう見てるんです？盤面。サントス神。サントスさん今神ですよねきっとね。神じゃないです。神なの？え、嘘は。サントス神でしょ今。なんでサントス神だと思われてる。ここにいれば殺されない。ちーちゃんは。あでも。じゃあ待って、千早さん信じてるから見てこれ。ああ、
冒険。え？中なのに。やば。わかんないよ。飛んだよね。わかんねえよこの手の時。あれでも。え？なんかさ今。あ違う。わかった。うん。いやでもダメだ。え、もうマオさん言って。え、チェハえ？チェハヤマオサントスで貨物にいて、飛ばされたんだけども。うん、テレポート。うん、そう飛ばされた。テレポートで飛んだ。で今ね飛んでね。え？三人がいるんかな。二はか二か三いる。いや二はいる。二は少なくとも全員いるじゃない。そうテレポート飛んで。高さんあのディスコードの音入ってます。ああごめんなさい。なんで解除されちゃった。ね。まあ、とりあえずサントスさん白なんだよね。そうだよね。で私も多分マオさん白だと思ってるから、うん、俺ね飛んだらもう土しぶき飛んでたわ多分。もう見えた画面がなんか死んでた。え、停電中なのに見えたんすか。足元で死んでた。でそれでプーやった今。テレポでねギャンキル取ろうとしてたんだよね3人前が、ね、おそらく。停電中に死んでたのが見えたのは僕人外視界だと思うんですけどどう思います？え？いやいや、飛んだらもう足元が、から、ああそういうことね。肉が見えてるみたいな。はいはいはい。立ってる肉が見えてて、じゃ成立はしそうだけど。マオさんはどうだった？レポートしてマオさんして、それ振り越せっていうのは違和感ある？その。ね、それは分かんないけど、俺の目線でももうすでにレポートが光ってたんで。すぐレポートをした感じ でも停電重なり飛んだら光ってたってことですよ。飛んだらもう光ってた、うんうん、まあ僕は飛んでから2秒ぐらいはあのタスクをやられてました。うん、私も多分アーカイブの入り口近くまで行けてたからタスク中に飛んでタスク継続できてたから。ああそうそう、タスク中に飛ばされた。プテさんさ、さっきのさごちゃってる時もダウンロードしだした。今回もタスク一生懸命やってるから神気味かなと思ったけど、今日釣るかどうか置いといてね。まあ、そう思われてもいいから、うんうん、このゲームはタスクしようと思って、うん、タスク頑張ってます。クルーなのでね。タスク終わんな方だ。うん、タスクをやることが、ま、いやでもここは使っといて、マオさんは白だと思ってるからマオさんに合わせたいけど、マオさん。え、わかんないよ。だってわかんない。適当に適当になっちゃった。適当になっちゃった。まあそうだよね。その二択になるよな。無言。ボタン押してーオーナス。あれ、ああヌーンが移動させてる。ヌーン生きてる。三。マオさんヌーンが生きてます。今自動でヌーン動いたから、うん、ヌーンは生きてる。動いてたね。ヌーンが生きてる。まあそう。はい、おーヌーンは生きてます。一応人外の中で今、うん、遠隔操作されたからヌーンが動いてた。ヌーンなかったですね、右に。まあでもその気早さんゲストは魚さんイビゲー説ですよね今のところ。うん、プテさんは神っぽいからキル能力ある人2人はいると思うからもう1釣り入れたいなっていう。あとはまあ最悪の展開がジャッカルとニーインポスター。あ、そうだから縄使いたい。波動砲一回も撃たれてないから死んでそうじゃないですか。かめちゃくちゃ、いやめちゃくちゃ芋ジャッカルかもしれない。いや芋ジャッカルあるんだよな。芋ジャッカルしてるかも。それはありえる。いやいや波動砲持って撃ちたくならない人いないですって。なんかそのサントスさんが、うん、そのさっきのターン真央くんが白いって言ったのは ものすごい近くにいたとかそういうことですか。あ、ね、私と千早さんと、真央さんがいて、うん、私が、まあ、能力もういびげいないと思うからなんですけど能力を見せたんですよ。はいはいはい、はい、で能力見せたから、はい、これで白正面取れるかなと思って見せてて、そして多分それだったら私とかをやればいいかなと思ってっていうので真央さん白かなと思って。ああそこで能力見せたのに真央くんはキルしなかったからし、目の前で切ってるからそう、まあ、誰か釣りたいよね多分人間が。でも当たりがつかないんだよな。投票多かった。なんとなくフルコンの表現村っぽいなと思ってんだよな俺は。うーん
応カミングアウトをします。トイレファンですまたそんな、もう月差ないんで出ました。じゃあ私がスピードブース、私がスピードブースターで見せつけてました。これあーもう月差ないか、俺イカね、来るで、うん、イカなんだけど、ワープされた時に、うん、なんか光の魔法みたいなのがビュンって出てガードしたんだよね、キルを。で、2キル出てたじゃん、さっきのワープ。はい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 、ああ、そういうことだから3キル入れようとしてたから、3人が生きてんじゃないのかなって思う。じゃあ、フルコン、そうだわ。じゃあ、フルコンさん、ね、フルコンさんしよう。3人外が生きてる可能性が非常に高い。うん、いや、そうじゃないか。うん。え、だから、イビゲが生きてるよな、多分。いや、イビゲ生きてきた先に繋がれてるから、二郎なんじゃない、ニロ？あ、なあれ？ジャッカル含みかな。ジャッカルか、うん。ボタン押しちゃった。ボタン押しちゃって。あ、ボタンじゃあ押しますわ。押して、押して、押して。トータスニキ。もうタスクは無理や。うん。あ、本当。三を打ってる。おお、ナイス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 。おお、その高菜さんが死んだターンの後にワープされて、俺毎回イカでガードを入れてたから、あの2キルのターンの時にあのそうかガードが発動してるから3キル取れそうだったから、3人外が いるね、うん、あ高菜さんまたミートが取れてまた取れてクセやな、クセになっちゃってるえ、だからさ、イビゲが生きてんじゃないの今、なぜか撃たれないけど。いや、そうじゃない、なぜか撃たれないんですけど。いや、多分イビゲが生きてるんだよ。魚にクルーで撃ってるってことじゃない？うん。かな？うん。あ、一発しかないのか。そう。あ、そういうことか。死なんだ。あ、なるほど。あ、弾使ったからってことか。なるほど。うんうんうん。自然じゃない。じゃあ単純に人外がいて、マオイカ、ゲンさん。あとはこの CEO。ゲンさんってなんかトイレパン証明した？サントスさんの。次ターン全然できます。あ、オッケーオッケー。サントスさんのブースターは見てるから、サントスさん隠しろでいいんで、サントスさん進行でいいと思う。マオさん、マオ進行でもいい。マオ進行でもいいんじゃない。マオさんも進行でもいいと思っちゃったけど、マオはこれ以上詰められない。で、トータスさんにね、ボタンないから押していったらすぐ押していってくれたからね、このターン私は印象良くなっちゃった、トータスさんは。あ、現です。トータスさんはね、テレポート、テレポートはないと思っています。トータさんと私が武器庫で2人きりになる時間かなり長かったんで、はい、トータさんテレポートだったら私殺してからテレポートとかの方がいいかなって思いました。うん、ちなみに両方ともタスクしてる最中に呼ばれて引き続きタスクをしてました。なんで見えてないです、テレポートさせられたら。動いてないです、どっちも。でガビさんはなんか1キル目のごちゃらった時にすぐ下に逃げ込んだから、うん、あれは明夜さんと白取ってました、ね、そう、白取ってて、なんかビビってるのがインポスター側じゃなさそうかなと思ったから、消去法砂高かなと思ったけど、うん、魔王源の意見を聞きたい。今って30秒経ってないですよね、この経ってないです。20秒ぴったりで、まあ割と俺もその2択で良さそうな気はする、話を聞いてると。砂高釣り切りは全然ありと思います。はい、全然、残りの縄数的にローラーして足りるんだったら全然大丈夫です。砂サメさん、砂さんは役職は魚フルコン、あ、来る魚フルコンプテハチに、私だとなんか2人外ぐらいいそうだからローラーしても足りるかなってことで、まあローラー飲めます。そうか、すごい、なんか命の軽さが、うん、役職なさそうな感じ。高田剣士のおとりだがなんかボソボソ言ってる。サンタさん、サンタさん、カメちゃん、カメちゃん、テレポータス、テレポータス、はいはい、あと2キルで終わりなんで、はい、ここで書かれてってください、はい、ここから動かないでお願いします。頑張って逃げてください。テレポートします。はい、およし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 
ラバーさん、魚さん、ジャッカル、ラバーさん、ジャッカル、よく生きたな。おい、何付き合ってんだよ。よく生き残ったな。やった。よかった、サントさん、すごい。今勝利したりじゃ、見たりじゃしてたから、これ。完全に女の声出してましたよ。いや、もう女の声出した。女出した。トスコさんになってる。やだー。だからか、なんか。なんかやたら神守ってくれてるなと思ったよ。そういうことです。そういうことなのね。高田健志超たぶらかされてる。いや、仕事めっちゃラッキーラッキーと思ってた。仕事めっちゃラッキーみたいな。これなんで高田さんジャッカル打てたの。いや、ガミとフルコンが切れなかったから魚。そう、俺がね、そう、高田健志の近くにいて、俺がキルしている人物で見えた。ただ俺は魚かどうかの確証がなかったんだけど、ガミとフルコの位置が出たから、あ、じゃあ魚しかないな。あ、なるほど、ね、キルできる人物がガミとフルコに行くと見ない。なるほど、死刑。そうそうそう、すげえ、ビデオ打ってる、すげえ。行きますかね。すげえ。